本校では有機化学における重要な酸化反応である第一級アルコールからカルボン酸への酸化について記述する。第一級アルコールをカルボン酸に変換すると末端炭素原子の酸化数は4に増加する。酸化剤によってこの操作を有機分子に対して行うことができるが酸化に対して敏感な感能元がある場合そちらも酸化されてしまうため 選択性が重要となる。一般的な酸化剤には、カマンガン酸カリウム、ジョーンズ主薬、DMF 中の PDC、4酸カルテニウム及び店舗などがある。カマンガン酸カリウムは、第2級アルコール、1、2、ジオール、アルデヒド、アルケン、オキシム、スルフィド、そして、チオールなど多くの肝脳元を酸化する非常に強力な酸化剤である。管理条件下では、クマのは、 非常に効率よく、第一級アルコールをカルボン酸に酸化する。この反応は一般にクマの、この混合溶液を酸化が終わるまで拡拌する。この反応を効率的に反応させるためには、アルコールは少なくとも、ジオキ酸、ピリジン、アセトン、または T ブオなど有機とも溶媒を添加することにより、反応する。クマの4は、第一級アルコールを酸化する前に、 炭素炭素二重結合と容易に反応する。普通、この酸化は大きな酸化速度と選択性のために、1 n なおまたは高の強アルカリ性条件下で行われる。気質が強塩基に適さない場合、TPH、または酸性条件下でも反応は進行するが、反応速度は大幅に低下する。手法リニートスワミナ酸は、なお水溶液中。 クマの4を使う手法により、アクティナマデューラルザネンシスから単離される、抗生物質である希少なアミノ酸誘導体を得た。アクティナマデューラルザネンシスは、フィリピンのルソン島の土壌サンプルから見つかった、微生物である。クマの4は、水中で二酸化マンガンと気体の酸素に分解する。この分解は、酸、塩基及び、マノニに触媒される。この分解の度合いは、 第一級アルコールの酸化中は、推定が難しく、酸化が終了するまで、クマの4を加えることによって調節しなければならない。硫酸水溶液に酸酸化クロムを溶かすと、クロム酸を含む赤みを帯びた溶液となる。これが、ジョーン寿司薬である。ジョーン寿司薬をアセトンの一級アルコール溶液に加え、この古典的手法は相当な量のエステルが、 形成するにもかかわらず頻繁に使われている。ホラントとギルマンは、この副反応は、第一級アルコールのアセトン溶液をできるだけ希釈したジョーンズ主役に加えるという逆に添加する手法にすることにより抑えられることを証明した。ジョーンズ主役を第二級アルコールとも反応し、ケトンを生じる。第一級及び第二級アルコールを含む化合物に、 ジョーンズ死薬を反応させると、ケトさんが生成する。ありがとうございます。